きる力、それらはすべて生きようとするエネルギーである。そんな風に言い換えることができませんね。どうですか皆さん、自分の答えをもう一度考えてみてください。あなたはどうなの？わかった。やっぱ毎晩のように霊媒師のところへ別れた人に会いに出かけてるのか。闇夜に浮かぶ怪しい影、どこからともなく寂しげな狼の遠吠えが聞こえてくる。聞こえてくる、聞こえてくる。霊媒師様、あの愛しい人を私のもとへどうぞ連れ戻してください。再び響くいよいよ不気味な鳴き声。そこでさらにフクロウの鳴き声。そして猫、ついでに鳩。じゃあ鶏も行ってみよう。だってピネスに挑戦するんじゃないの？先週も少し話しましたが、では夏季休暇中のレポートの件ですね。第1回目の講義で最初にお話しした通り、これを出せば必ず蚊はあげます。あ、ほらほら、あなたの目当ての話してるよ。そして学年末のレポートも出せばよ。トータルして内容が優れていた人には言う。極めてシンプルです。何でもいいです。ここでの講義に沿った内容なら教材から発想を広げてもいいし、テキストから選んでもいい。自由に書いてください。休み明けの第1回目の講義で提出していただきます。では今日はここまで。大切なことを言い忘れてました。これを忘れたら大変です。我思うゆえに我あり、バーイデカルト。では皆さん、良い夏季休暇を。あの先生ね、あまりにもオリジナリティ発揮しすぎてるから学校側から警告受けてるらしいよ。提供で売ってるけど、でもな、あなたみたいに即席で手に入れたい人が集中してそうね。駅の近くのでっかい本屋、知ってる？もしかするとテキストが大学生活協同組合じゃ品切れかもしれないってこと。
もしそうなら千早駅の近くのでっかい本屋、あそこって品揃えがコアでレアだからあるんじゃないかな。あ、わかっ、本屋っぽくない本屋なの。待って、書いてあげる。駅はここでしょ。インターネットカフェがある方の出口ね。でかい通りがあるじゃん。ここにスタバがあるでしょ。で、ここだよ。わかるよね。わかった。今あなた、人の説明聞きもせずにこのノート借りたいなーって考えてたね。ヨーロッパ48日間の旅プレゼント。あなたも他の男たちと一緒ね。利用するだけ利用して、価値がなくなったら生ゴミでも捨てるみたいに私の元から去っていくんだわ。ジョーク。じゃあ突っ込んでよ。ものすっごい恥ずかしいじゃん。ショーゴね。おいしさ。田原成田、芸術学部1年、美術専攻。ナユってじゃんじゃん気をつけ呼んでやって。明日は学校来る？夏休み前じゃん。来週試験週間じゃん。でもさ、少々振り上げて夏休み多く取れるようにする教授とかもいるわけよ。そうなのだよ。だからさ、この時期はね、講義も掲示板もこまめにチェックした方がいいよ。試験受け損なっちゃうじゃん。ない講義とかもうすでに夏休みかもよ。休校とか知らずに来ちゃったらアホらしいじゃん。でもさ、ここの講義みたいに単位取得を左右する課題が出るかもよ。じゃあさ、明日適当な時間に携帯かけるから番号教えてよ。お昼くらいなら来てるよね。あら、ほんと。あ、しかもその隣の君は午前くんでも午後くんでもなくて正午くんでしょ。昨日と同じよ、小読み。あ、小読み先輩、しずる先輩。いかにもビューリホー女子大生の小読みさんです。こんにちは。
たの？なんだかずいぶん浮かない顔をしてるけど、何かあったの？一人暮らしなんだから、体の不調を甘く見ちゃダメよ。家族がいれば、細かい変化に気づいてくれるかもしれないけど、一人じゃそうはいかないんだから。そうよ。ところで、何してたの？あゆとしょうごくんは。大学生活のコツについて伝授してたの。彼、しょうごって結構ぼんやりしてるみたいだから。教えてあげたのに、まだ教え方が足りなかったか。うかつだったな。それは大変じゃない。じゃあ今から追加で手取り足取り課外授業しましょう。みんなで学食の方でも行ってね。あ、柔道場の方がいいかな。
違う違う、好きとかじゃなくて、私そうミステリーの創作に興味があって、いろいろ調べるのに必要っていうか、こういうのってただの参考図書、まあそんな感じ。まだだけど、そのうち書いてみようかなとね。小説まだ実際に書いてるわけじゃないし、それに一応言っとくけど、私の美術作品ね、平面じゃなくて立体なの。絵とか写真とかいう紙じゃなくて立体物、いろんな素材でオブジェを作ってるのよ。そうだな、つまり現代風の彫刻って言ったらわかるかな。そういうの興味ある？ダメだ、それじゃ